イケメン入りまーす。どうも、超絶イケメンです。皆さん、近藤チャンネルって知ってますかね？うん、まあ知らないかな。うん、遠藤チャンネルのパクリというか、まあパクリにもなってるんだけど、近藤チャンネルっていうね、まあしょうもねえチャンネルがあるんだけど、しょうもねえ逆張り動画を出してて、で、特にひどかったのがね、京都アニメーション火災。放火で13人だか14人亡くなったじゃないですか。その亡くなった方をね、冒涜するようなね、まあ、動画を出してて、コメントのとこにもさ、自分のコメント貼り付けてあってさ、被害者の方たちに対してさ、こんな奴ら死んでも誰も困らんやろって、コメントをしてたんでね。で、その後もさ、いろんなもしょうもね、ほんと、誰のためにもならない炎上動画出し続けて、で、首里城火災、水上を燃やしたのは僕ですとかっていう動画も出しててさ、まあ、あれもしょうもねえけど。でね、最近ね、おとなしくなってて、まあ本当に、炎上とかじゃないどうでもいいね。歌うだけの動画とか、飯を食うだけの動画とか出してたんだけど、ここ最近ね、311の時にね、それに合わせてさ、バズビデオの方で、311の東日本大震災で亡くなった方を冒涜するようなね、まあ動画を出してて、その内容がね、東日本大震災で、亡くなった方たちに対して思うことは、あざす、あざす、いやー、嬉しいっしょねーとかって、そんな感じのことをね、言ってたんですよ。本当にね、こいつ頭のネジ飛んどるなと思いましたね。うん。まあ、今更じゃん。もう東日本大震災で亡くなった方たちがたくさんいて、ね、残された遺族の方、ね、悲しみもあるし、家もなくなってどうしようっていう方もいっぱいいる中で、まあそういう動画を出すことはもう、なんだろう、人道的におかしいってさ、まあ今更もう言う必要もないことなんだけど、で、ああいうやつはさ、ここまで噛み砕かなきゃ、噛み砕いて教えてあげなきゃわかんねえんだなって思うんで、まあかなり噛み砕いて話すんだけど、津波で溺れて死ぬのってね、超苦しいからね、絶対に。経験したこともないけど、わかるじゃん。死刑囚ってさ、だいたい首吊りか、薬物か、電気なんだよ。で、なんで薬物か、首吊りが電気かっていうと、苦しまないようになんだよね、せめて。うん。やっぱね、溺れて死ぬのと、焼かれて死ぬのって、すげえ苦痛なんですよ。すぐに死ねねえじゃん。うん。で、東日本大震災で、亡くなった方たちは、まあ、津波で亡くなってるんだけど、津波の水ってさ、綺麗な湖の透き通った水とは違うからね。うん。そもそも歴史だったらね、水が汚かろうが綺麗だろうが、まあ、辛いんだけど、幼稚園児とかがさ、たまたま海の近くを走ってた幼稚園バスがさ、津波に飲まれてさ、幼稚園児が亡くなったっていうニュースを見たんだけど、こういう水だからね、津波の水って。こういう真っ黒なんだよ。砂とか泥が巻き上げられて真っ黒の汚れんだよ、ほんと。ドブみたいな水なんだよ。これを、バスの中で閉じ込められた園児がガブ飲みして亡くなってるんだぜ。お父さんお母さんって泣きながらだと思うけど、こんなのを飲んで、こんなもんガブ飲みしてね、肺がいっぱいになって亡くなったんだよ。なのに、ね、東日本大震災で亡くなった方、あざす、あざす、いやー嬉しいっしゅねーとかよく言えるなと思ってさ。お前が飲めよ、これ。って思いましたね。はい。そういうことでね、本当にね、全然、首里城の動画であんなさ、ビビって動画消してさ、ね、芋を引いたのにさ、まだ懲りてねえんだなと思ってね。ほんとあれ、どうしようもねえ、あれ。うん。ほんとね、東日本に行ってね、事前授業でもやってこいや。はい、ってことでね、イケメン、帰ります。じゃあな。